この競技はチームプレーで、まあ、チームで一つの課題を行うということで、チームメイトとのコミュニケーションをいかにうまく取って効率よく課題を進めていくかっていうところを頑張りました。絶対金メダル取ってきます。